さあそれでは皆さんからのメールもご紹介していきましょう、はい、神奈川県にお住まいの台風一家でまあ一家さんからいただきました、はい、僕は初めての乃木坂46の握手会で、うん、当時15歳の岩本蓮加さんと握手をしたのですが、初めての握手会で緊張していた僕は、うん、岩本さんの目を見ることができませんでした。すると岩本さんにちゃんと顔を見てよねと叱られました、うん、まさか叱られると思っていなくて驚いて僕が顔を上げると、はい、そこには満面の笑みの岩本さんがいて、わあやっと見てくれたねと優しく声をかけてくれたのが今でも思い出として残っています。いやー神対応です ね、 ねアイドルの鏡、うん、いやーすごい。でもいいですね、その、うん、優しく迎え入れられると思って行った握手会で、はい、うん、真逆のちょっと叱られるっていうのがあった、はいはい、後の笑顔、うん、倍増して嬉しさが増しますよね。まさにツンデレですよね、うん、